九尾の人中力の居場所を吐く。こいつの暁。さあ、お前のような奴に何も話すつもりはない。派手に暴れて九尾を引いて、そこの負傷者を連れて引いてください。お願いします、カカシさん。ならばお前に九尾はどこ。この人間は、そこらの里とは違う。たとえ自分の命を落とすことになっても、一人もいない。おとん、お竜兵器大切り。あえて光栄だ。それは、愚問でしょ。うわ、僕も一緒に。うん。なんだ今の術は。辺りが全て吹き飛ばされている。これならどうする。物理攻撃、忍術までを弾き返せば。もう一人こいつ。こんな奴を6人も相手にしてたのか。違います。うわ、仲間に増援の連絡。ライトの怪物師、こっちも準備はしてたんですけどね。大丈夫なのか。え、まあ、どうう相手の能力が何なのかを判断するまで。もうライトの影分身使っちゃったんで。神羅転生。あれは全ての攻撃を弾いてます。突き放したりするもののようです。連続ではその術も使用できないようで、インターバルがあるのは確か。全部攻撃弾かれるのに。しかしそこを狙うしかありませんね。協力してください。殺しておかなければ後々厄介になる。ダブル肉弾ヘイター。遅い。大蹴り手をかかし間に合え。動けないふりではなさそうだ。遅かったか。お前が影分身でないことは分かって、部活には近づくまい。痛みを知れ。じゃあ後だ長次。綱田様へ報告してくれ。先生、リアクションは後だ。少佐さんの犠牲を無駄にするな。しつこい奴らだ。狙いは長次かもちゃ。今までありがとう。走れ長次。全てのスタミナとチャクラを使い切ることになる。生きている者にこの情報を託すこと、今の俺が取れる最善の方法。そうか、その道術でやり過ごして。どうやら俺もここまでのようだよ。里の奴らが何と言おうと、お前の目になってこれから先を。オビト、どうやらここまでのようだ。お前との約束を破ってばっかりだな、オビト。先生、俺も今からそっちへ行くよ。カカシか、お前の話を聞かせてくれないか。ああ、いいさ。どうなさったんですか。つなげ様、里の者たちほぼ全てについた。つなげ様、敵の一人の能力が割れました。見る限り25から30、引力と赤力のような術を使用、忍術の全ての攻撃を弾くことができます。5秒ほどのインターバルが存在します。これで犠牲は随分と減る。カカシ先生の援護、二人を敵を相手に今ではまだ助かる。